緊急会議、ゲットドッキリ大作戦。奥富樹里です。坂本圭一です。大型由美子です。なんすかそれ今のは。はい、そんなわけでね、わけのわからん自己紹介やってましたけど、はい、今日はですね、ゲット幸子ドッキリ考えよう打ち合わせでございます。うん、はい、ね、皆さん、あの、おのおのが作ったキャラクターも捨ててもらって結構です。なんてこと、もうめんどくさいんで捨ててください。なんてこと、はい、フードと手袋さんもいますけどね。なんてこと。はい、そんなわけでさっちゃんドッキリかけようと思います。彼女がどういうリアクションを取ってくれるかっていうドッキリですよね。バナナの皮でも置いておきましょうか。おはようございます。おはようございます。おはようございます。やだこのお待ち。バナナの皮が落ちていたらさっちゃんはどうするのか。え、これどういうリアクションを取ると思いますか。え、あれっつって拾う。すげー見てる。どうしよう、やばい、なにこれ、怖い。ちょっと我々の圧のかけ具合にもよるとは思うんですけど、そうね、そうね、あえてもうなんかパサッと置いて我々がノータッチにしていた時に、ねえちょっとからスタートで、ね、え、パサッと置くの、置いてあるんじゃないの。まあまあ、もう置いてます、置いてます、置いてます、うん、それで、まあ、ちょっとって言ってなるほど、滑る、はいはい、あの、まあ、なんていう、ちょっとこう、こけぐらいで、ね、もう、はい、あの、結構みたいな感じですね。で、その後また、ちょっとその、僕らがリアクション取らないんで、また、ちょっとって言って、まあ、拾うか、後始末。そうですね。まあ、いかがでしょうか。はい、なんだ、このトラップ。何が正解だ。すげえ強い人がいっぱいいる。あ、あそこにもカメラ。はあ。やっちゃったな。散々いじって拾う。散々いじって拾う。そうでしょうね。そうでしょうね。もう何これ、誰これ、汚い。もう何もさ、もう、まあいいや、ね、誰か袋持ってますみたいな。絶対あの昭和のノリボケみたいなことはしないと思う。おはようございます。正解は転ばないでした。はい、皆さん、ゲット幸子そういうリアクションを取りました。僕たちはね、わからないので、これ読めないですね、読めないですね、どっちに転がるのか。これあの、当たった当たらないリアクション取ってもよかったんですけれども、わかんないからな。自分の身ですか。もしだ、もし自分だったら、だって何も誰も言ってくれない上で、はい、バナナの皮が落ちてる状態ですよ。それと どうしますか。見つける、はい、見渡す、はい、空気感じる、おっとっと。そうですね。その後赤面まで。そうですね。そうですね。ジルベだったら。いや、私転ばない気がすんな。ジルベ転ぶ？転ばない。そうよね。ジルベ転ぶなさそうよね。なんかスルーしそうな雰囲気も。うん、不機嫌になりそう。え、何これ誰みたいな。ガチで怒られたり。尾形さんだったらバナナの皮見つける？いやー、多分周囲の圧があれば
おっとっとはやるかなと思う。おはようございます。Me? It's me? It's me? OK? Oh no. あったっちょっと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 それも映ってないんだよ。いや、それも俺純粋にお芝居してたから。ありがとうございます。おまけでした。